もあの5回目ということなんですけど、日曜日しか出れないもんですから、今日は一応最後ということになりますし、で、すいませんね、オープニングアクトが随分あったかかったもんですから、ちょっと私も血圧が上がってしまいまして、ちょっと今、はあはあ言ってますが、日曜日しか出れないもんですから、この2018年のオープニングは今回の最後ということになります。で、基本的に、まあ私、基本的にって言うんですけど、年が56歳になります、今年でね。でもまあ、やってる音楽活動っていうのは結構短くて、まあ、6年ぐらい前から皆さんの人の前でやるようになったもんですから、まだどうでしょうね、高校生か大学生ぐらいのつもりで今もやっております。で、まあ、オリジナルは作ってるんですけども、今回この2018年は最後ということで、ちょっとノリノリのいい、どう言ったらいいんでしょうね、男子高校生には受けるが、女子大生にドンピキみたいな歌をちょっと作ってみましたので、聴いてやってください。最初の曲はファンキーフンキーで、続けてですね、ラルーチェという曲をやりました。ラルーチェというのはちょっと光っていう意味なんですけども、まあそのですね、落ち着いた歌なんで、ちょっと激しい歌で落ち着いた歌ということで、2曲続けて聴いてください。それでは、すみません、ファンキーフンキーという曲を先にやるんですけど、そのフンキっていうのはイタリア語でキノコっていう意味です。でフンゴっていうのが単数形なんですけども、ファンキーなキノコたちっていうような意味で、複数形にしております。それでは聞いてください。ファンキーフンキYou